医学部行ってみたいと思います。本日の文法の全体像ですが、皆さん慶応の医学部に単独の文法問題はまあないので、長文とかの中で聞いてくるんですね。で皆さん今日扱う問題は単語の書き換え問題10問、これを言ってみたいと思います。で、長文の中で出てくるので、話の内容を把握した方がいいですかというふうに思う方もいらっしゃるかと思いますが、ほぼないと考えていただいて大丈夫ですからね。ですから、下線部という形で出てくるんですが、その該当箇所の下線部前後、そこで判断していただけるとよろしいかと思います。そして、解説する中で大事な情報ですね。それが出てくるんですが、それは皆さんこの授業の最後に板書しますので、まず皆さんは解くということ、そして解説を聞くこと、そこに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで頑張っていきましょう。サミさん、こちら設問の指示の一読をお願いします。サミさん、今から行っていただく問題はこれでございます。設問の指示の一読をお願いします。では皆さん、まず下線部一番の検討をお願いします。これ下線部の左側に時や条件を表す表現がいますよね。で、その右側の表現と言われたら、もちろん形容詞に直せばよろしかったですね。ですから正解は successful。もちろん理屈は後でお伝えしますが、皆さんご存知かもしれません。if possible、可能であれば。それと同じ理屈でございますからね。ですから正解は successful ということでよろしいかと思います。さあ続いて下線部2番お願いします。すいません、これはもう右側に前置詞の場合がおりますので、受動態のサインですよね。そうです、受動態もしくは過去分詞ですから powered、 これでバッチリです。さあ続いてこちら下線部3番お願いします。皆さん、これは3つの表現が並列されてますよね。で、もちろんこの officials、名詞でございますので、下線部3番のところは形容詞ですね。ですから、こういう感じでかかっていくかと思います。で、あとはそれをどう直しますかと言われたら、当然、選ばれた人ですよね。選ばれる。つまり、受動態ですよね。もちろんそれは過去分詞とも言ってること同じでございますので、正解は elected、 過去分詞ということでよろしいかと思います。さあ続いてこちら下線部4番お願いします。これは冠詞のところから transition という名詞のところまでが一つの塊ですよね。そして皆さん、このコンマコンマアンドで3つ同じ形が並列されてますよね。つまり1つ目が orderly で、2つ目がここですよね。で、3つ目が planned。 3つとも一番右側の transition という名詞にかかっていってるわけですから、下線部4番のところを形容詞に直せばよろしいですね。ですから正解は predictable、 これでバッチリです。さて、こちら下線部5番お願いします。これも左側前置詞 in が最大のヒントになりますよね。当然前置詞の後ろに動詞を置きたい場合は動名詞にすればよろしいですね。ですから taking。で、そうやっていただけると目的語に global action ということで、このあたりも説明がつきますからね。ですから正解は taking ということでよろしいかと思います。さて、下線部6番、こちらお願いします。これも冠詞の座のところからシステムのところまでが一つの範囲になってますよね。で、もちろんこの下線部6番はその右側の financial and economic system。そういう名詞にかける感じになってますね。つまりこちらを形容詞にすればよろしいですね。ですから正解は existing。既存のとか現存するという意味でしたね。ですから正解は existing ということでよろしかったかと思います。続いて皆さん、下線部7番お願いします。まずこれは下線部の左側 require の目的語になってますよね。もちろん攻撃的な政府のうにゃうにゃ。つまりこのあたりが形容詞としてこれにかかってくるんでしょうね。で、もちろん形容詞がかかるものと言われたら名詞ですよね。
ですから、intervene を名詞に直すと、intervention。そうです。それが正解です。さあ、続いて下線部8番、お願いします。まずこれ下線部の左側、前置詞がおりますので、まずこちらとやってること同じですよね。そうです。前置詞の後ろに動詞を置きたい場合は、動名詞。ですから、being ということでよろしいかと思います。では、続いて下線部9番、お願いします。皆さん、これはより多くのものが必要とされるんですよね。ですから、受動態。つまり、過去分詞ですよね。ですから、正解は needed。これでバッチリです。では、皆さん、下線部10番、お願いします。皆さん、これは下線部右側 SV 伴ってますよね。で、当然下線部の左側にも it's という動詞がおりますので、this number の左側に接続詞の that が省略されていますよね。で、皆さん、そうやって考えていただけると、この文との it が指すものは接続詞の that の右側、そこを指す仮主語、もしくは形式主語と考えられますよね。ですから皆さん、that 以下は、見積も、そうです。見積もられるものですよね。ですからやっぱりこれも受け身、つまり過去分詞ということでございますので、正解は estimated。これでバッチリです。サムさんお疲れ様でございました。先ほどできた情報の中で、次につながる情報ですね。まとめていきたいと思います。まずは一つ目。時や条件を示す接続詞の直後。先ほどは if successful。まあそういうものが出ておりましたが、形容詞だけではないので、ちょっと確認をさせてくださいね。すみません、例文一つ目ご覧くださいね。While he was listening to music, he fell asleep. で、もちろん、主節の S やこの文末の he fell。ですから、誰がって言われたら彼だと判別できますので、皆さん、文頭の he ですね。これがなくって皆さん、音楽を聴いてるのは彼だとわかります。そして、while he was の was。この右動詞も皆さん、なくってもですね、音楽を聴いてるということは判断できます。ですから、時を表す while、その直後にある sv、それは省略してもいいんですね。ですから、while の右側に、いきなり ing が来てもおかしくないですからね。ですから、直後に ing、ok。そして、過去分詞も ok。そして、皆さん、be 動詞の右側と言われたら、形容詞が来ますので、同じ理屈で形容詞も ok ですからね。そして、それの応用が例文の二つ目。do it by tomorrow, if it is possible。もちろん if は条件ですので、その右側にある主語動詞が省略可能。で、もちろんその右側にあるのは possible という形容詞。ですから、時や条件を示す接続詞の後ろに形容詞。いきなり置いていただいて OK です。で、先ほどの問題はこういう理屈を知ってるかどうか試す問題でございました。そして皆さん2番目こちらご覧くださいね。皆さん、estimate の形を変える問題がございました。で、皆さん、先頭にあった皆さん、it ですね。で、もちろん、ざっとはなかったですが、皆さん、補うことで、後ろにざっと説ございました。ですから、皆さん、この it は後ろのざっと説を指す仮主語、もしくは形式主語と呼んでいただいてもよろしいかと思います。ですから、この it が指しているのは、このざっと sv でございますので、これ皆さん、そもそもここにあったと考えられます。ですから、皆さん、このざっと説を皆さん、ちょっと先頭に移動させていただきました。そして皆さん、is estimate。でも、ここまで来たら、あとはあの情報を使うだけです。もちろん、estimate は見積もる。見積もったよー。なーよー。ということですので、estimate は他動詞。で、皆さん、他動詞の後ろに普通は、目的語があるはずなんですが、当然見ての通り、目的語がないんですね。で、そういう場合は、受動態や過去分詞にすればよろしかったですね。ですから、正解は estimated。こういう風に思考プロセスを辿っていきましたね。ただ、皆さん、この他動詞の後ろに目的語がなければ、受動態、過去分詞にする。その原則をご存じない方ですね。解説動画はすでに存在しておりますので、それのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。この後お時間よろしければご視聴いただいてもよろしいかと思います。さあ皆さんご覧になっていただいてですね、知らない知識はないでしょうか。まあ、もしありましたら、この後ノートを取っていただいて、そしてノートを取った後はこれですよね。さあ、赤シートで隠して、スラスラ言う。そこを頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、さあご覧になってください。